毎年やってるタイの番宣、そうだね、スピードフェスティバルでしたっけ、番宣スピードフェスティバル、一回行ってみたいな、楽しいよ、毎年ね、締め切りの時期なんですよ。でもね、バンセンもね、その GT3 マシンがすごい増えて、ぐんぐん雰囲気が変わってきたね。前はさ、トップ争いをポルシェ対 HKS GT230R、 そう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 、はいはい、ラネボー、あの世界俺好きだったんだけど、今もう GT3 の腕はフェラーリがいて、ランボが多いかな。まあ、それはそれでもちろんいいんだろうけど、世界どこ行っても同じ車が走ってるっていう感じがあるんで。で、おじさんは何に乗ったんですか、ピックアップトラックのレーシングカー、すごいでしょこの煙これはジーゼルどうですか、もちろん、まあ、トラックですね、見事なまでの黒煙でしたいなくなっちゃうからD1 の煙を黒くしたぐらいな感じ白煙じゃなくてそう黒煙、一応メーカーはシュプレーなんですけども、まあ、一応イスズと同じシャーシエンジンを使っております。で排気量は 3000cc でパワーは300馬力ぐらい出てます。ほんで、まあ、パワー上げるのには ターボ大きいのに変えて、ブーストがだいたい 2.5 キロかけております。 2.5 キロかけるためにいろいろやんなしがいのピストンとか、まあピストンはそのままでいいんですけども、インジェクターをあの穴の大きいのに変えまして、あの燃料をより多く送るようにしてます。トルクはどのぐらいあるんですか。トルクは80超えてます。ミッションとか持つんですか。ミッションはノーマルでは持たないんで、あの日本の RB25、26 とあと 1J、はい、GTRか 1J のミッションを大体あの積み替えてます。で重量は、重量はこれで1500キロぐらい、まあ、ただレースになれば大体1650という規定がありますんで、150キロぐらいの、まあ、ウェイトを乗せて走ってます。それどこに積むの。それはあのシートの後ろ、まあ、中ですね、かあのカバー内に積んでます。で前後の重量バランスってどのぐらいなんですか。はあの前が900キロ、うん、後ろが700キロぐらいの割合で、やはりフロントヘビーなんで、まあやはりコーナーではアンダーが出やすいですね。ブレーキは効くんですか。ブレーキは2本のセルシオスープラ用を流用してつけてます。前は。で後ろはあの S14 シルビア。タイヤサイズは。タイヤサイズは255/40/17ですね。前後。はい、前後です。まあ乗られる方によっては前だけ235にされる方もいておられますけども、はい、タイでこのピックアップのレースが流行ってる理由、はい、タイではやはりピックアップがだいたい 50% から 60% のシェアを占めて、やはりあの税金も安いということで、あのより一般の方が乗ってる車なんですね。税金どのぐらい違うんですか。税金はやはりもうほぼかかってないんですね。ほんで普通の乗用車は贅沢品なんで20から 50% かかってますんで、より安く買える。でやはり地方の方はもうほとんどピックアップ乗っておられるんで、それで人気があるいうのもありますし、乗っておられる方も多いんで、やっぱりレースもやっておられる人口が多いんで、タイでは圧倒的に多い車種ですね。ベース車はこれでタイバーツで60万バーツぐらい、日本円ですと180万ぐらいのベースカー。これブースト系って、はい、その 2.5 って普通ブースト系ないじゃないですか。はい、あのだからこっちは PSI 表示になってまして、うんうんうん、だから30とか40とかいう風に、ほんでまあキロに換算すればだいたい 2.5 キロぐらいはかかってます。これが04になれば4キロ近くかけてますんで、はい、ほんでタービンは日本のトラック用のエンジンをそのまま利用して、だいたい4トンクラスのトラックのタービンですねをこちらに使ってますんで、やっぱりドッカンターボ的な車に仕上がってます。向こうはこんなピックアップトラックのあれが流行ってるんですね。そうなんだよ、小林さんのコメントにもあったように税金の問題だから、ピックアップでドラッグレースもやってればラリーもある。
初ピックアップレーシングカー行ってきます。はないです。ちょっと高いですけど。クラッチ重た。今日は一パターン普通の。はい。普通の一パターンです。行ってきます。80キロってすごいですね。うん、それでもジーゼルだから馬力で言うとそんなにないってことですか？400とかそういうことですか？馬力は300馬力ぐらいですよね。美味しがけをしてしまおうと。あれちょっと技ありだったでしょ。実はあれは帰ってきちゃいけない状態でオイル漏れしてたらしいんで。あ、それに乗って滑ったってことですか。そうそう、自分のオイルに乗って滑った。私たちさオイルを垂らしながら帰ってきた。おじさんビラサーキットって因縁あんじゃないですかね。ビラサーキットね、前回耐久出た時にそのレース中じゃないんだけどラジエーターホースがポロって取れてインナーフェンダーがついてないんでタイヤにそのまんまクーラントがバシャってかかってつるんて滑ってタイヤを水洗いした感じなんですね。そうで、ノーコントロールになり殺す気かやっぱりね、タイの人たちね、結構ね、メカニックチャレンジャーみたいで、とにかく変えたがるのよ。触んない方がいい時ってあるじゃん。それを、変えちゃって、でトラブっちゃうっていうパターンが結構タイパターンなのかなっていう感じもあるんで。まあ、良かれと思ってこう。そうそう。もうちょっとあれしよう、これしよう。でもね、ちょっとあのピックアップトラックは刺激的だったよ。世界は広いぞと。なんかこういう面白車を
これからもいろいろ怪我しない程度にやっていこうかなと思ってますんで、ご期待ください。